今井麻美のシンガーソングゲーマー。皆さんこんにちは、こんにちは。今井麻美の SSG329 回目でございます。いや、今年の夏はなんだかバタバタしていましたね。今日も兄様のソロの出演日ということで、私はまだね本番を経験してはいないのですが、かなり私も、今ドキドキでございます。どうなることやら、初めてのソロということで、どういう景色が広がっているのかを確認しに行きたいと思っておりますので、いらっしゃる方はね、暑いとまだね暑いと思いますので、残暑が厳しい残暑って、昔ね、あれは確かドラゴンボールだったかしら、あられちゃんだったかしら、書いてあって、お母さんにどういう意味って聞いたのを今ふと思い出しましたけれども、暑いので気をつけてくださいね。それではたくさん今日はね、メールが来てるので、オープニングでもガツガツ紹介していければと思います。こちら、ピンと二次元さんからいただいたメール紹介したいと思います。今井さん、こんばんは。こんばんは。横浜で行われたイベントにお邪魔いたしました。ありがとう。バビロンのですね、感想の長い曲をライブで歌うと、歌唱中の歌うでもなくトークするでもなくの時間をネタにできるのはさすがですね、と。ありがとうございます。ちなみに、その翌日の秋葉原ゲーマーズさんで行われたイベントではですね、ひたすら目をつぶるというね風に歌いましたが、あともう一箇所あるんですが、そちらはまだ私未経験なものですから、一体どんな感じになるのか、その日の気分で決めたいと思っております。そんなこんなで初参加でしたが、ウェブ上で閲覧できる過去のイベント画像そのまんまのリラックスしたイベントでしたね、と。ん？画像ってことは SSG さんとかでね、昔は結構記事上げていただいていた画像ってことですかね。画像で伝わる私のこの適当なトーク。あら、それはそれで驚きだわ動画じゃないくて伝わっちゃいました。朝焼けのスターマインの生歌が聞けて大満足です。アコースティックライブも地元に近い横浜なので見に行きたいと思っています、とお待ちしております。そうなんですよね、横浜でイベントやった時に、すごく近いのでぜひ皆さんね来てくださいねって言ったんですけど、いや僕ら地元じゃないしっていう方が大半だったもんで、あっていう空間ありましたけれども、議員と二次元さんは横浜のあたりが地元ということなのでね、ぜひお友達お誘い合わせの上マジでお待ちしております。はい、私の曲知らなくても楽しんでいただけるライブになるんじゃないかなと思っております。そしてこちら、新海さんからいただいたメール紹介します。今井さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。私事ではありますが、短い夏休みをいただけたので東京から来た友人たちと一緒に京都観光をしてきました。おー、素敵。私は京都に住んでもうすぐ4ヶ月になるのですが、金閣寺であったり清水寺であったり、有名どころにもかかわらず一度も行ったことがなかった場所ばかりで、なんだか新鮮な気持ちで見てしまいました。地元の人やそこに住んでいる人ほどその地域のことをよく知らないということはまあまあありますよね。自分の住んでいる場所のことはもっといろいろ知っておかないとなと思わせられる旅行でもありましたよ。それでは、ということで。なるほど。今ここに現場にいる中にも京都出身の人がね1名いらっしゃいますけれども、あまり行かないですか、やっぱ有名どころには。あ、行かないんだ。修学旅行とかだともっと遠く行っちゃうもんね。あ、でも小学校の時の社会科見学とかだったら33元堂とか行くんじゃないの。行かなかった。確かに 1,2 回は行ったかもみたいな。大人になってから行くのと子供の頃に強制的に行かされるので、趣がね随分違ったりするところありますけれども、そうなのかもしれないですね。そんな言ったら私もね、私一応東京生まれなんですけれども、東京都渋谷区生まれなんですけれども、じゃあ渋谷のこと知ってるかって言われたらなあも知らんすよねなんか有名な自分が普段行くようなところしかわからないからね、こう外から来た友達にどこどこ行きたいって言われてもすぐネット調べないとみたいな感じになっちゃいますから、そういうものかもしれないですね。でも素敵ですね。一度は私も京都に住んでみたいという願望はありますが、勝手なイメージですけど敷居が高いっていうねイメージがあるんですけどね、ちょっと離れれば別かもしれないですけれども、いわゆるこうマスの目状の中とかだと、そこに住むのには3年ぐらいこう借家をしないと土地が買えないみたいな噂を、ほんまことしやかな噂を聞いたことがありますね。田園調布とかでもそうだって聞きますよね。なんか紹介じゃないとダメみたいな、あなたはこの土地に住む資格が終わりなのみたいなイメージ
実際は知らないですよ。でもなんかそれぐらいこう趣のある土地というか、歴史をねきちんと大事にしている土地っていうイメージがありますのでね、一度は住んでみたいですが、観光に行くのがひょっとしたら一番楽しいのかななんて思ったりする時もありますけど ね、京都の残暑は厳しいと聞いているので、お体気をつけてくださいね。そしてこちら、ハンドルネームともっちさんです。ありがとう。今井さん、はじめまして、初投稿です。ありがとう。バビロンビフォーザデイブレイクの発売記念イベントで CD リリースイベント初参加させていただきました。初参加ということもあり、あさみさんに会える緊張と喜びで楽しみにしていました。イベントが始まると、あさみさんの楽しいトーク、ありがとう、周りの雰囲気、そしてミニライブと、とても楽しい時間を過ごすことができました。初参加の人と言って手を挙げた時、僕は背が低いので見つけづらいと思ったけれど、あさみさんはちゃんと顔が見えるようにこっちを見てくれた時はとても嬉しかったです。あ、わかった、ともっちさんはあの方ですね。覚えました。そしてじゃんけん大会ではまさかの全勝、初参加でいきなりサイン入りポスターもらっちゃいました。最後に勝った時は嬉しすぎて一瞬勝ったか疑ってしまいました。このポスターは部屋に飾って宝物にしたいと思います。僕は将来声優になりたいと思っていて、今日のライブであさみさんみたいにみんなを楽しませる声優になりたいなと思いました。どうかな、あんまり参考にはしない方がいいかもしれないぞ。結構ね、特に女性声優だと異端児かもしれないですね。わかんないですよ、他の方のインストイベントをあんまり見たことがないので、まあ、それこそ私が見たことあるのっていうとユミさんとかぐらいだしね、えそれこそ作品絡みのイベントにちょろっと出た時とかはいつも自制しなきゃって思いながらイベント出ることが結構やっぱ多かったので、最近はあんまないですけど、あの作品絡みのインストアイベントっていうのが私はあまりないんですけど、なんかあのいつもだったらこう思いつくまま気の向くまま来た方と喋ってますけれども、え、そもそもインストアイベントを一人で回す女性いますよ、います。今スタッフからあんまりいないですって言われたんですけど、私の知ってる限り1、2はいるはずですよ。ただ一人のが気楽っていうのは私ぐらいかもしれないですねそうなんですよ、一人の方が多分その時の空気を大事にしたい。あ、いいこと言うな私。そのね、お客さんとのその日のテンションを大事にしたいと思うと、別の方に お任せしてしまうと途中で私が結局奪っちゃうんですよ。思いついたことやり始めちゃうから、そうするとね、面目潰しちゃったりとかすることも初期の頃はちょっとあったりとかして、申し訳ないなっていう思いがあっちゃったので、どっちがゲストなんだみたいな状態になって、私の方が質問攻めにするとかあったので、そらあかんなと思って、だったらもう赴くまま、歌いたければ歌う、鼻を噛みたければ噛む、お茶を飲みたければ戻るとか、そういうのが一番自分には合ってるのかなっていうのをね、学んできた結果でございます。懲りずにまた遊びに来てくださいね。はい、なので声優としては参考にしなくてもいいかもしれないですけれども、そうですね、その場のなんだろう、ノリみたいなのはなんとなく参考になるかどうか分かんないですけれども、こういうこともあるんだなぐらいのね、一つのパターンっていうとしてね、受け止めることはできるかもしれないです。どんだけやねん。はい、最後、ハンドルネームゆっちさんです。ありがとう。ゆめさん、こんにちは。こんにちは。先日のバビロンビフォーザデイブレイクの名古屋での発売記念イベント参加してきました。運よく最前列の席が当たったもので、至近距離の今井さんに終始ドキドキしておりました。どうもどうも。あ、ということは名古屋の時に初めてって人あそこにいたので、多分あの方ですかね。ちょっとね、違ったらあれですけど多分合ってますな。生で聞く、それもあの距離で聞く今井さんの歌はとてもすごく、ありがとう。前奏中はまだスイッチが入ってないよなんてニコニコ笑顔だったのが、いざスイッチが入った後のあの迫力、圧倒されっぱなしでした。ありがとう。しかもね、多分名古屋の会場はスピーカーの関係上ですね、多分ゆっちさんが座ってた席あたりはまだあれなんですけれども、席によってスピーカーの指向性の問題で声がすごく大きく聞こえる席と、音の方が聞こえちゃう席と、あと生声の方がよっぽど聞こえるんですけどっていう席があるんですよね。最前だと
生声の方がマイクに乗る前の声がそのまま聞こえてる可能性もゼロではないっていう、ちょっと変わった会場なのでね、そういう意味でもなかなかレアなパターンなんじゃないかなと思いますが、これはもう絶対ワンダープレイスダッシュのチケット当選してまた聞くぞと思っていたら、本日無事当選しました。ありがとう、嬉しい。今からとても楽しみです。ところでずっと気になっていることがあります。あの日新幹線往復の大役を果たしたミヤッシーにねえ、先日ねちょっとご紹介しましたけれども、名古屋飯をおごる話をしていましたよね。あのあと無事名古屋飯にはありつけたのでしょうか。ちょうどその話の時こちらの方を見ながら話されていたこともあってやたら気になっております。ぜひその後の顛末をお聞かせくださいと。そうですね、結局皆さんからのアドバイスで現地のね名古屋とか愛知にお住まいの方に聞いて、いやこの時期無理ですよと、予約もしてなかったら無理だと思いますっていうお話だったので、もうこれは諦めようっていうことになりまして、あの東京戻ってから食べようねって言ってたんですけど、結果的には、宮市にですね、厚さ 1.5 センチぐらいありましたぐらいの肉をおごりました。でいやもう本当にお世話になったから今回はもう本当私の全面的に申し訳ないんで好きなの頼んでいいよって言って、そのお店に入った時に一番最初に見た文字が松坂牛だっけ、違うな、どこのだったかな、地元の牛だよね、近江牛か、近江牛のステーキ7800円っていうのがあったんですよ。したらこれ頼めばって言ったら、宮氏に、いや今さそれあの新幹線の往復代より高いですって言われて、あ本当だみたいな、じゃあいいやじゃああの宮氏の好きなのでいいですよって言って、結局ね、割と良いランチを3人で食べましたね。私がなんかお弁当みたいないろんなのが入ってるやつにして、ミヤシーがステーキにして、であのなぜか藤本さんもステーキをおごられるって私にでラッキーってずっと言ってましたね。あ俺もいいのみたいな、俺結局何もできてないけど大丈夫です、今日はお礼ですって言って、ねえそんな、でもここでねきっと惜しんじゃいけないなっていうぐらい反省したの。はい、顛末はそんな感じで、私的にはせっかくね、近江牛を食べてもらいたかったんですけど、きっとこれを食べていたらミヤッシーが今度は逆に恐縮してしまったであろうから、このぐらいでよかったのかもしれないですね。はい、そんな感じでした。さあさあ、じゃあこの後もコーナーいろいろありますが、ふつおたのコーナー、今日もありますので、そちらでもメールたくさん紹介できればと思います。それでは次のコーナーです、どうぞ。カルタイム。このコーナーはリスナーさんから出題される今休みに関するカルタの問題を今休みが答えていくというコーナーです。カルタイムレベル1、ハンドルネームお米大好きさんからの問題です。夏といえば水泳、ミンゴスの得意な泳法は、あのね、浮き輪の中にこう入ってひたすらくるくるするのが得意です。クルンクルンって上手ですよ。カルタイムレベル2、テーテーさんからの問題です。ミンゴスさんが生まれて初めて単語として発した言葉は知らんよ。想像力をかきたてると、多分ママなのかな。でも私少なくとも2歳の時にはもうママって呼んでなかったからな、わからんとですばい。カルテームレベル3、ハンドルネーム文蔵さんからの問題です。ミンゴスの1回の入浴時間は何分くらい。入浴時間、5分から10分。今井あさみの15枚目のシングル、テレビアニメプラスティックメモリーズエンディングテーマ朝焼けのスターマインが好評発売中です。アニメ版は動画工房書き下ろしジャケットに加え、プラスティックメモリーズノンテロップのオープニングエンディングが収録です。そしてアイラと司のプラスティックメモリーズオリジナルミニドラマも収録しています。 DVD 付き版、通常版もよろしくお願いします。今井あさみの16枚目のシングル、バビロンビフォアザデイブレイクが好評発売中です。新曲バビロンのほか、任天堂 3DS 版コープスパーティーフラットカバーリピーティッドフィアオープニング曲シャングリラ2015バージョン、
SSG のミュージックパズルで制作しているビープオブフェイスが収録されています。皆さんぜひ聴いてみてくださいね。ファミセン。このコーナーはファミ通 .com 編集部から派遣された謎の司令官ミオちゃんがおすすめするゲームを真のゲーマーを目指す私今やさみが実際にプレイして紹介するコーナーです。前回の司令書に書いてあったゲームは3ミニッツゲームズさんから発売中の iOS Android 用ソフトライフラインということで、予告動画がですね、確かに予告にあった通り動きのない私ひたすらメッセージが来るのを待つっていう動画に最後はなってしまいましたけれども、ちょっと分かりにくいとは思ったので言葉としてお伝えするとこんな感じのゲームになります。昔からよくあったゲームブックのようなテキストタイプのアドベンチャーゲームとなっています。まああのあれですよね、それこそシュタインズゲートとかもその部類に入ってきて、まあ、それに絵があったりとかなんかいろいろこう視覚的要素があったりとかしたものを一切排除して完全にテキストのみ、昔ながらのというイメージを持っていただくといいのかもしれません。でプレイヤーである私、はですね、ひょんなことから交信が始まった宇宙飛行士とメッセージを交換しながら、見知らぬ星で迷っている宇宙飛行士を、正解ルートに導いていく係ということになります。まあ、知らずの私にこれだけ命を預けてくれるタイラー君もですね、なかなか冒険家だなと思いますけれども、まあ、基本は LINE などのメッセージアプリみたいにこう文章がこうトゥ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 って誰かが送ってくれたみたいな、タイラー君がピッて送ってくれるわけです。今こんな状況だよって言って、でそのうちどう思うっていうのが2択で出てくるんですよね。でその2択の選択肢を選んでいくと物語が分岐していくということで、実際に今この SSG のメンバーもですね2人ほどこのゲームを遊んでいるらしいんですけれども、分岐しているとやっぱ全然違う内容になってるんだけれども、今は同じところに行き着いているけれども、2人のルートが果たしてこれで正解だったのかっていうのは2人ともわからないっていう風にね言っていたので、かなりボリューム的にはあるゲームなのかなと、テキストならではのいろんな要素が詰め込んであるのかななんて思いますよね。やっぱり昨今のゲームはビジュアルだったり音楽だったりいろんなメモリーをたくさん食うゲームが多くなっている中、母体のメモリーもねどんどん増えてはいますけれども、そこにこうテキストだけっていうプログラミングってなると、その入れられる容量がだいぶ増えるっていうことで、こうテキストを書く作家さんのやる気さえあれば永遠に詰め込むことができるであろうと推測されるわけですよね。もうそう思うと、もうね私たちプレイヤーとしてはどっちかっていうとそのテキストを書いてる方々の奮闘をねニヤニヤしながら永遠に遊ぶことができるという意味ではですね、なかなか興味ないゲームかななんて思ったりもしますけれども、で一番驚いたのが、最初ねうっかりちょっと高速モードというのでやってしまっていたので何の違和感もなくサクサクと話が進んでいってたんですが、実はあれは2週目以降の人に作られていた、2週目以降の人がイライラしないようというかサクサク進めるようにということで、ついている機能であって、最初にやる方はできればそれを外してやった方が面白いということだそうです。メッセージのやり取りがリアルタイムの時間実時間に連動して進行しているということで、まあ分かりやすく言うと、例えばタイラーさんがちょっと捜索してくるねって言った後に待機みたいな文字が出てたんですけれども、その間実際にタイラーくんがその必死にね携帯を持っ、多分携帯だと思うんですけど、携帯を持ったまま走ってるわけですよ。そうすると走りながらメールを打つっていう高等技術は多分今時のね20代前後の若者ぐらいしかできないわけで、きっと平君はそこまで器用じゃなさそうな空気があったので親指だけでねカカカカカって打てたりとかしますからね、今時の若い子は。でもきっと一生懸命握りしめたまま走ってるんだと思うんですよね、目的地に着くまで。その間はやっぱ打つことができないわけですよ。でその間待ってるわけです。で実際に近ければすぐ返事が返ってくるけれども、遠かったりとか何かあったりとかすると数時間後に結果の報告メッセージが届いてくるんだそうです。で、
多分今回みおちゃんはその機能をちょっとオフしてたみたいなんですけれども、いわゆる上にこういろんなゲームだったりとかアプリだったりとかで更新されたりとかすると上にピコーンって出てくるのがあるじゃないですか。あれを通知欄のところにビューンと今タイラーさんからメッセージ来たよっていうのが出てくるそうなので、他の作業をしていたりとか、携帯をピッと置いていたとしてもピコーンと音が出るようにしとけば気づくっていうことですよね。なので本当にタイラーさんという人が存在して、その人とやり取りをしているかのような気分になれるってことなんですよね。ちょっと私はそのリアルタイムのやつがなかなかタイラー君が返事をくれなかったのでね、最後どうなったのか今は分かりませんけれども、実際にお二人もそうでした、なかなかタイラー君が いるような感覚になりましたか。あ、今二人とも深くうなずいているので本当にそうなんだと思います。なのでぜひ皆さんもそのなかなかそういうゲーム今あまりないと思うので、実際に人間がやるっていうゲームは今増えてますけどね、向こうのゲームのキャラクターとやるっていうのが体験してみたらいいんじゃないかなって思いましたよね。特に緊迫した場面だと連絡がパタッと途絶えたりとかするそうなんですよね。なので気になっちゃってしょうがないんだそうですよなかなか来ないなみたいな、はい。ただ、急に通知でメッセージが連続で表示される時のリアリティがグッとくるというふうにみおちゃんもおっしゃってるので、物語は惑星に秘められた謎が徐々に明らかになるのですが、分岐がとても膨大になるためどれが真のエンディングか武藤もみおかもまだ分かっておりませんと、最後に記述がありますので、実際本当に、ねえ、お互いこれからまた分岐していくかもしれないですもんね。ちょっと私もこれダウンロードしてみようかなと思いました。ちなみに価格もお安くてですね、240円ということで、Android 版はまだ日本語版が訳されていませんので英語版になっちゃうのかな。なので英語が得意な方はぜひ Android 版でダウンロードしていただいて、それ以外の iOS の方はですね日本語版ありますので、ぜひタイラ君をお友達にしてあげてみてくださいね。ということで、そろそろ来週の指令書を開封したいと思います。じゃじゃん、指令書、ミンゴスさんこんにちは。こんにちは。次回はあのパックマンを現代風に進化させたゲームです。そのタイトルはパックマン256かな、どっちかな、いつものパックマンがとても面白いアレンジになっていますよ。それでは頑張ってね、謎の司令官ミオちゃんよりといただきました。なるほど、パックマン久しぶりです。でも256ってついてる、なんだろう。それでは来週のゲームはパックマン256に大決定。以上ファミセンのコーナーでした。ミンゴスだよお便りコーナー。さあメール紹介していこうと思います。ハンドルネーム満足先生からいただきました。ありがとう。今井さん、スタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。神戸アニメストリートでやっているシュタインズゲートのコラボイベント行ってきました。中に入ってみるとクリスのコスプレで出迎えてくれてとてもテンションが上がりました。その他にもアニメで出ていた世界がやばいオムライスやウーパのパンケーキ、1分の1の未来ガジェット研究所、ゴーカートとメールでは語りきれないほどとても楽しかったです。仕事場の後輩が今井さんが演じているアニメで一番面白い、あ、これ後輩調べということですが、一番面白いということでアニメを見たんですが、今ではゲームや漫画を買うほどハマっています。今度発売されるシュタインズゲートゼロもとても楽しみにしています。これからも応援しています。頑張ってくださいといただきました。 PS、 今井さんはクリスのコスプレをしたことはありますか。ありますよ。 SSG でもしましたけど、一番ちゃんとやったのは雑誌の取材かな。で、秋葉原の街に行って撮ったんですけど、まだその頃の体型がクリスっぽかったものですから、わりかし本格的にやりましたね。メイクもいつもより濃いめでやったのが最初でしたね。多分カオスヘッドの時に、今ねカオスチャイルドっていう新しい作品出てますけど、カオスヘッドの時のヒロインが北村えりちゃん、北入りがヒロインだった時に渋谷が舞台だったので、北入りが渋谷で撮影をしたって話を聞いていたので、あ、そういうもんなんだっていう風に思って、なんか何の違和感もなく普通にコスプレ服を用意されたものをスチャッと着るみたいなのありましたけどね。
割と私もあの時の写真はこう普段のメイクより濃くしてたのでよりクリスっぽさが出てたのかななんて思いましたけどね。 SSG でやったやつはあの衣装だけ借りてきて顔は自前メイクなものですから あんな風におしゃれにメイクできないので顔は私ですね探せばまだアーカイブ残ってるんでもしよかったらそっちでよかったら見てみていただきたいと思いますが、神戸でこんなことやってたんですね。知らなかった。いいですね。世界がやばいオムライスいいな。私も食べたい。ウーパーのパンケーキも美味しそう。ぜひまだやってるかどうかちょっと分かりませんけれどもちょっとね調べてぜひ行かれる方は行ってみていただいたらどうでしょうか。もしくは我が町にもぜひというのをきっと言っていただければとスタッフは喜ぶんじゃないでしょうか。要望があったぞということで。はい。そしてこちらハンドルネームマリアさんからいただきました。ありがとう。今年の年末は今井さんのアルバムが出ないということを聞いて私はとても重大な事実に気がつきました。なんでしょう。今井さんのアルバムの初回版にいつもついてきた次の年のカレンダーもなくなるってことじゃないですか。なるほど。確かに来年の今井さんのカレンダーがないなんてそんなの寂しいです。毎月めくるのが楽しみだったのに今月なんて特に大変貴重な丸々姿を毎日に拝めているというのに。これは早急にもう終わりますけどね早急にライブグッズでカレンダーを作るべきです。というか作ってください。今井さんスタッフの皆さんお願いしますといただいてますけど今決定権のある方がちょっと睡眠中なので何とも言えないですね。起きたらちょっと聞いてみようかなって思いますけれども。あ、起きてました私的には別にいらないかなって思っちゃうんですけどね。何よって言われましたカレンダーです。カレンダーが出ないよねって話が今マリアちゃんからいただいたんですけどね。カレンダー作るかって言ってますけど、あ、こんなのどうですか。普通のデジタルカメラみたいなので私とユミさんが普通にどっか2人だけで出かけてお互いの写真を撮り合ってそれを各々のカレンダーに使うとかね。ちょっと楽しくないですかそれ。それ会社の金で旅行行きたいだけだろうって。どうします。2人で多分行くって言ったら沖縄行きますよ急にスタッフがやりましょうだって沖縄行ったらねひょっとするかもしれないですよね。気分が乗ればね。どうなるか分かりませんけれども、ただその場合は2人っきりで行きますけどね。にや、はい、以上です。まあでもどうなるかはちょっと分からないのでグッズ関係はちょっと私も決定権があまり私にはないものですからスタッフさんがどうするかっていうのをね私も報告したということで、まあちょっと皆さんも気になってる方がもし他にもいらっしゃった場合にはです、結構いたんですけどね、メールでカレンダーがない、カレンダーが出ないってみんなよく気がつくなと思ってありがとうございます。本当に私はもう封も開けないままずっと棚に入れてますけどね自分のは飾らないでしょさすがにね。自分家に私の家に私の特に8月飾ってあったら友達が来た時にドン引きでしょ。わ、こいつどうしたんだろうって絶対思われるんで、もうそれは私はないっていうのは皆さんもね理解していただきたいなと思います。友達ならいいですけどね、両親とか来た日にはもうどう思うんだろうこの子にお仕事熱心だわって思ってくれればいいんですけどね。次、会員番号1139番エナドリ不足さんからいただいております。ミンゴススタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。ゲーマーズ本店、秋葉原本店でのイベント今しがた終わりましたよとありがとうございます。いろいろお話がありましたが私の中で一番驚愕だったのはミンゴスは化粧をお湯で落としているということでした。最近はお湯でオフできるものももちろんありますが、まさか化粧落としを実際に持っていないとは思っておらず驚嘆して変な声が出ちゃいました。それなのにミンゴスの肌は綺麗なんですよね。羨ましい。ありがとう。でも買いましょう化粧落とし、使いましょう化粧落とし。いつかお湯で落としていたシワ寄せがまとめてきますよ。今は敏感肌用とか無添加とかいろいろありますからどうかお願いです。化粧落とし使ってくださいと切なるメールいただきましてありがとうございます。いや、そうですね、探せばあるかもしれないですっていうのではダメですかね。
棚の奥とかに。ずいぶん前になりますけれどもね、原さんが私の家に泊まりに来た時に、あさみさん、あのメイク落としと洗顔フォームを貸してくださいって言われて、その時は確かなんかあったんですよね、何かがあったんですけど、はいって言って渡したら、あ、じゃあこれとあと何たらをって言われて、うんって、それで化粧落とせるべって言ったら、あ、なるほど、次からは持参しますねって言われて、ごめんユミさんどういうことって聞いた、なんかそれあとメイクさんに聞いたら、洗顔フォームとメイク落としとなんたらなんたらは違うのよ、用途が違うのって説明されて、多分原さんはそのことを言ってたんじゃないのって言われたから、さすがに私もメイク落としと洗顔フォームが違うことぐらい分かりますよ。洗顔フォームでメイク落とそうとしても落ちません、落ちないこともありましたから、違うんだろうなって思うんですけど、何なんだろうなって、いまだにちょっとその時にはへーって思ったんですけど、すぐ忘れちゃうようでね。なんかあのそれ以来は皆さん家に来る、泊まる時はご持参いただいているという形で、あるにはあるんです、多分探せば。ただいつの買ったのかちょっと分かんないので、あまりおすすめはしないですけどね。しわせ来るかな、でも来たら来たでいいかなって思ってるんですよね。しわしわになってもそれもまた、だっていい年ですから、よくねここまで持ったなっていう思いで今いっぱいなんです、私的にはね。確かにいつまでも若々しくありたいという願望がゼロではないんですけれども、メイク落としを使うとなんか顔の皮膚を剥がされる感じがしちゃって嫌なんですよね。わかります？このなんかペリペリみたいな、でちょっとなんかこう晒される感っていうか、外気に晒される感が苦手で、余計になんか乾燥して、その後化粧水とかを使わないとダメになるじゃないですか。そうするとうちの子がなんか甘え始めるんじゃないか、水分を、やっぱトマトとかも乾燥した大地で栄養分がないところで育ったトマトの方が甘い実がなるって言うじゃないです か、そうなるんじゃないかなって思って、こう水分とかがね足りなくなった時に体の方から何とかして引っ張ってこようっていうことをしなくなるんじゃないかなって思うと、やっぱこのまま厳しく育てたいなっていう思いもあるんですよね。だからこのメールをね読んだ時に、ね、某小林さんがおっしゃってましたけれども、グッズで作ったらどうだってスタッフとね言ってましたけれども、でもそれをじゃあどうすんだって話になって、私グッズで作ったらね、みんなはいらないでしょ、大体の方が、男性陣はいらないし、女性陣は自分の好きなものがあるだろうから、そうすると結果的に私へのプレゼントになって、うちが化粧品まみれになる、あ、それやめようって言ってね、この企画は頓挫しましたけれどもね。そうか、買うはするんですよ、2年に1遍ぐらいは。ですけどね、結局使わなくなっちゃうので、どうなんだろうなっていう思いでいっぱいです。以上、私からのお知らせでした続きまして、カバディールさんです。ミンゴス、こんにちは。こんにちは。オクラはお好きですか？あ、好きです、大好きです。かじったらネバネバする緑色のあれです。旬のようで、スーパーでは何の気なしに買って食べたら美味しかったので衝動的にメールしました。健康に良いようで、大腸がんの予防、喉や肺などの呼吸器系を守る作用、長時間の運動による筋肉の痙攣を防いだり、イライラの解消と、その他にもたくさんの効能があるようです。水で洗って醤油をつけるだけでも美味しかったりするので、かなりお手軽でおすすめです。一噛みだとネバネバがないのですが、ずっと噛んでるとだんだんネバネバしてきて面白いですよ。またメールします。それではまた。あとワンダープレイスダッシュの先行チケット申し込みました。当選するかどうかは分かりませんが、とても楽しみですというオクラのメールいただきました。今 CM でね、なんか某なんかあれは何でしょうね、建築系、保険系、どっちだろう、ちょっとなんか忘れちゃいましたけれども、 CM でオクラは英語なんだよなんてやってる CM がねありますけれども、私もあの CM を見て、そうなんだ、オクラって日本語だと思ってたと思ったけど、確かにいつもカタカナで書いてあるもんなと思って、なるほどなんて思ったりもしましたけれども、砂漠の、ね、植物とかなんですよね、確かね、オクラってね、砂漠というか、あ、だからこうね、こうお水を、この彼もですよ、彼もお水を貯めるためにネバネバしてね、結果ほら水分に溢れてるじゃないですか、
乾燥地帯で育っても中にはジューシーな感じで、あ、やっぱいいんじゃないかな。話はつながってるね、すべてね。オクラ、私も大好きです、オクラ。はい、続きましてシュガーピースさんからいただいたメールです。リンゴスさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。私事なのですが、先日仲の良かった友人に告白されました。おめでとう。ですが少し問題があります。その相手はなんと同性の友人です。友人が頬をあからめながら、〇〇くんになら抱かれてもいいよ。私は別の意味でとてもドキドキ、びっくりしすぎて、おう、ありがとうと言って何事もなかったかのように帰宅。最初は冗談だと思っていたのですが、そんなことが3回ほど本気だ。私は一体どうすればよかったのでしょうか。またミンゴスさんには似たような経験はありますか、ということでね。基本はないかな、多分ね。けどシュガーピースさん、それは受け止めてあげた方がいいんじゃないかな。シュガーピースさんはどっちだろうな、男の子かな、女の子かな。同性の友人としか書いてないから、ちょっと今このメールだけではちょっと計り知ることができないのですが、あ、でも〇〇くんだから男の子同士かな。でも悪いことじゃないと思うからね、本当に好きだったら考えてあげても別にいいんじゃないかなって思うけど、でもきっと困ったっていうことはそういうタイプじゃないのかな。そしたら傷つけずにはっきりと言ってあげるのがいいのかな。これからも友達でいようねっていうのがベストなのかなって思っちゃうけれども、でもシュガーピースってお名前をつけるくらいだから、ひょっとしたら男の子でシュガーだからそういう雰囲気がこうにじみ出てるのかもしれないよね、なんて進めるなっちゅう話ですよね。失礼しました。でもね、別に悪いことではないと思います。素敵だと思います。はい、最後ユザヤさんです。ミンゴス、こんばんは。こんばんは。インスタント食品は随分ご無沙汰していましたが、先日ペヤング美味しいから食べてみてくださいと教え子たち計20人以上に勧められたので、何があったんだろう、急なブームだね。焼きそばといえば UFO でしょ上皇と思いながら食べていたら本当に美味しくて、最近のインスタント食品のパワーアップぶりにびっくりしてしまいました。せっかくなのでこれを機に他にも何か食べてみようかなと思っているので、よろしければミンゴスがお好きなインスタント食品を教えてほしいですといただいております。まあちょこちょこ私の会話にも出てきますけれども、もうね、数あるいろいろなインスタント食品の中で、同率1位があります。一つは関西風味のどん兵衛、そしてもう一つがカップヌードルカレー味。もうこれは欠かしたくないぐらいカレー味は家に必ずあってほしいですね、常備食として。で、関西風味のは大阪に出張に行った時のだいたい夕飯か朝食はどん兵衛ですね。じゃないともうなんか大阪に来た気がしないというか、せっかく食べれる機会があるのにと思ってね、いっぱい食べちゃいますけれども、いっぱいは食べないか、1個だな、1個しか食べられません。でもなんか、そうだな、私焼きそばだとあれが一番ではないけど、今年一番食べたいなって思って、あんまり食べなかったけど食べたいなって思ったのは明太子味みたいなやつが出てたんですよね。買おうかなと思ってやめちゃったんですけど、ソースが多分明太ソースだったのかな、買えばよかったな。最近見かけなくなっちゃったから、もしあれだよっていうのが分かる方いたらぜひメール送ってみてください。あ、それ UFO だ。明太マヨ美味しそうだなと思って食べました。食べてない、誰も食べてない。あ、じゃあぜひ食べた方感想お待ちしております。あ、じゃあ私もやっぱり焼きそばは UFO なのかもしれないです。大人になってからは近所のコンビニの都合上お店の一平ちゃんを食べることが多かったんですけど、ペヤングは子供の頃周りにあまりなかったので、実は私あんま食べてなかったんですよね。で、うちは親がたまに食べたいって言ってたまに買ってくれるのがUFO でしたね。でも最近はね、インスタント焼きそばもすごく性能が上がっていて、味じゃなくてね、パッケージの、昔はほんとよく両津勘吉さんじゃないですけれども、
こうお湯切りしようとすると中身が全部ザバーって出て絶望するっていうことが、私それ両津柑橘の世界だけだと思ってたら、私も一回大学生の時にザバーってやってショックすぎてしばらく動けないんですよね。でハッって気がついて慌てて元に戻すんだけど、戻した後食えねえよっていうこのね、どうすんだっていうで、あーって思うんだけど、確かすごい悩んで結局食べなかった思い出がありますね。そんなドジな人いるのって思った、いました、私みたいな。多分いろんな人がやってるんでしょうね。今はね、あのペリペリって剥がすのがあったりとかするのでね、便利な世の中になったななんて思いますけれども、はい、以上です。ミンゴスだよ、お便りコーナーでした。ミンゴスミュージックプレイヤー、このコーナーは私の新曲などを皆さんにお届けしていく視聴コーナーとなっております。今回はリクエストいただいております。お名前ポッカさんからいただきました。ありがとうございます。あさみさん、こんにちは。こんにちは。今回僕がリクエストするのはリトルレガシーの中に入っているテンダーイズザナイトリスパリングナイトバージョンです。この曲は元の曲も知っていたんですが、とても可愛らしい歌い方になっていて、たまにランダムで再生してかかると、あれこれ今井さんのアルバムじゃなかったっけと思ってドキドキするからです。ぜひまだ知らないという方に聞いてほしいなと思ってリクエストしたいと思います、といただきました。ありがとうございます。それではちょっとね、あの私も最近聞いて、あちょっとやりすぎたかしら、恥ずかしいって思うぐらいそんな歌い方になっているのでまだ聞いたことのない方はぜひこれで聞いてみてください。それでは Tender is the Night ウィスパリングナイトバージョンです。どうぞ。わけもなく君が愛しくてそばにいるだけでなぜか切なくて5日に発売決定。表題曲の心に咲く花や私が作曲したハートレターなど新曲3曲に加え、アレンジ曲1曲を含めた全13曲を収録しています。今の私が詰まった素敵なアルバムになっていますので、ぜひ聴いてくださいね。皆さんこんばんは。こんばんは。あ、声が聞こえましたね。どうも、今井あさみです。今日は皆さんどこでラジオを聞いてらっしゃいますか？お家？旅先？物販待機？なんちゃって、この番組は歌とゲームをテーマにお送りしているウェブラジオ今井あさみの SSG です。ファミ通 .com のほか、ポッドキャストや YouTube でも配信中です。みんなのライフスタイルに合わせてあなたに寄り添うラジオ今井あさみの SSG、
毎週土曜日0時に更新中です。今日はお盆明けなので、ムータンがお土産を持ってきてくれました。これ私すっごい好きなんですよ。あのチップスターの手羽先味、よく新幹線とかでね、向こう側に行った時とかに駅で買ったりとかするんですけど、ブラックペッパーが効いててすごく美味しくて、まあ、普通のやつも大好きなんですけど、私はあの普通のオーソドックスのやつをね、これも私も割と家に常備してあるんですけれども、このブラックペッパーがやっぱいつもと違った味を欲したりとかするときにすごく美味しいんですよね。だけどこれ全国区で発売してほしいんだよねって言ったら、あの東海限定って書いてあって、あのこっちでも売っちゃったら、東京でも売っちゃったらありがたみがなくなりますっていうことなんで、チェッって思いましたね。なので出張で行ったときにはぜひ私も買いたいと思います。あの本当美味しい、しかもミニだから食べやすくてね、結局一袋一人で食べちゃった、ね、たくさん入ってたんですけどね、美味しいなやっぱり。さあここで皆さんに、というかまずはお一人様にお知らせです。ハンドルネームせつなさん、今井さんからのお知らせです。まずはメールを読みます。あさみさんこんにちは。こんにちは。今度私の職場のリニューアルが決定しました。商品のレイアウトの変更や新たな商品の導入など、現在さまざまなアイデアを出し合っているところです。しばらくはドタバタして忙しくなりそうですが、その先にあさみさんのライブが控えていることを力に頑張っていきたいと思います、ということでいただいたんですけれども、今お仕事がお忙しいということで、先日のね、私のバビロンの発売記念イベントにせつなさんちょっとお越しいただけなかったということをスタッフからね、ちょっと風の噂で聞きました。実はですね、他の方はあのバビロンじゃなくてディープオブフェイスの歌詞の採用者の方が偶然にもあの皆さん来ていただけちゃったみたいで、せつなさんもチケットを確保してたっていうのをね、あの SSG スタッフがもう嗅ぎつけてはいたんですけれども、あの来れなかったということで、いらっしゃった方皆様にね、あのサインを差し上げちゃったんです、勢いで。最初前葉さんがね大阪の会場いらしてたんですけれども、その後結果的にせつなさんのみお届けできなかった結果になりましたので、もし欲しいよと思われたらですね、番組宛に住所とお届け先の、ご本名と、まあ、こちらも実は調べれば分かってるんですが、あえて送っていただければそれに返信したいと思いますので、そちらの方にお送りさせていただきたいと思いますので、個人宛のお知らせでございました。お待ちしております。続きまして私からのお知らせです。9月21日月曜日祝日に11回目のソロライブワンダープレイスダッシュを中野サンプラザで開催いたします。絶賛チケット発売中ですので、まだチケット持ってないという方はね、ゲットして遊びに来てください。さらに11月22日日曜日にアコースティックライブ開催いたします。場所は横浜みなとみらいホールということで、 SSG のブログ、私のオフィシャルページなどでチケットの詳細情報載っておりますので、遊びに来てください。本当にワクワクしておりますので、私も一生に一度の機会でございます。素敵なホールでのライブ来てください。2回目があったらごめんね。多分今のところ企画はありませんので、最初で最後だと思って取り組みたいと思っております。番組では皆さんからのメールを募集しています。ふつおたや MMP などなど各コーナー宛に送ってください。宛先は SSG のホームページに書いてあるアドレスから、題名に各コーナータイトルを、本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてください。次回の配信は2015年9月5日土曜日となっておりますね。もうね、9月に入って秋が近づいてまいりました。いやー、この夏は本当に慌ただしかったなと今でも振り返ってみて思っておりますが、充実した1年になっているのではないかと、思っております。アルバムはね、今回発売がないということを発表させていただきましたけれども、アルバムがなくてもライブ三昧でございますのでかなりまた慌ただしい年末を過ごすことにはなるのではないか、年末というか、秋口までがっつり走り続けたいと思っておりますので、皆さんも応援していただければと思います。頑張ります。というわけで、また来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今井あさみでした。バイバイ。